国道298号の歩道橋より撮影道の駅市川は千葉県市川市北部にある国道298号の道の駅である。道の駅、川口、安行とともに東京を23区に隣接する市にある道の駅で、開駅時より2020年現在まで東京都心に一番近い道の駅である。市川市では、 2015年に全線開通予定となっていた東京外角環状道路の整備が進んでいた。当時、外観道路にはサービスエリアなどの休憩施設が少なかったことからトラックなどの休憩施設が不足しゴミの問題などが発生していた。また、人口減少社会の到来によって地域コミュニティの維持が難しくなってくる中、コミュニティ活動の場の整備だけでなく、 防災活動の場の整備などが求められるようになった。同市では、これらの課題に対応するため、基本となる3機能、休憩機能、情報発信機能、地域連携機能及び、防災機能を合わせ持った都市型の道の駅が整備されることとなった。そして同市は、外観道路の千葉県区間の玄関口であることから、遠方からの来訪者に立ち寄ってもらえる。 利便性の高い交流拠点を創出することによって、第二次基本計画の10年間の街づくりの目標である、安心で快適な活力ある街の実現を目指した。2013年5月、市川市は、道の駅の整備にあたって、施設のコンセプトや予定地を選定し、有識者らと共に、市川市、道の駅基本方針や、市川市、道の駅基本計画を策定した。 同市は、これらの計画に基づいて、国部、菅野、高谷の3カ所を道の駅の候補地として選定した。候補地とされた国部は、農地が多く、周辺には国部側調節地の上部利用計画があり、野球場やサッカー場をはじめとしたスポーツ施設、散策やウォーキングの場などが整備される予定とされていた。また、次の候補地とされた関野は、 学校が集中している地域であり、一時避難場所として指定されているところが多く、被災時には学校施設と連携して大規模な避難エリアとして機能することが期待された。そして、最後の候補地である高屋は、ゴミ焼却場の熱を利用したクリーンスパ市川があり、江戸川沿いにはサイクリングロードが整備されていたことから、道の駅と合わせて活力ある施設利用が期待された。 これら3カ所の候補地を総合的に比較検討した結果、国部、菅野、高谷の順に、道の駅の候補地として評価されることとなった。2014年7月、市川市は前年に策定された計画をもとにして、市川市北部の国部6丁目を、道の駅の建設予定地とした。2016年9月には、市川市議会において、道の駅、市川にかかる、 設置及び管理に関する条例が制定、交付された。また、翌2017年6月から7月にかけて、新たに国分に設置される道の駅の名称の募集が開始され、同年9月、道の駅の名称を決定するための名称決戦市民投票が行われた。その際、道の駅の名称として、にぎわと、市川、市川、プラット、市川、市川と、マルト、 アルタス市川の5つが候補に挙げられ市民投票の結果道の駅の名称は市川に決定された同年11月には国土交通省道路局によって道の駅市川が道の駅として登録された翌2018年4月7日の午後1時11分道の駅市川が国部6丁目にオープンした東京都江東区大見二丁目にある都立の 会場公園である青海南埠頭公園は、長年にわたり、多数のバイクが集まるたまり場となっていたことから、近隣は騒音による被害を受けていた。2016年以降、警察による取り締まりが強化されたため、翌2017年頃から、東京都江東区若洲にある、江東区立若洲公園の駐車場に集まるようになった。この地でも、同様の被害を与えたことから、 2018年4月1日、騒音、暴走行為防止対策として、夜間のオートバイの乗り入れが制限されるようになった。そこで、同年4月7日にオープンした道の駅市川が、バイク集団の間で、インターネットの掲示板やツイッターなどの SNS を通して話題となり、バイク集団の集合拠点となった。近隣に民家があるのにもかかわらず、多数のバイクが、集会行為や、 暴走行為、空ぶし等の迷惑行為を行うようになったため、同年11月28日、市川警察署、国土交通省首都国道事務所、市川市、指定管理者から、施設内での迷惑行為等の禁止に関する警告が出された。しかし、その後も事態が改善されなかったことから、翌2019年3月4日には2度目の警告が出された。道の駅整備。 市川市、2018年4月5日閲覧。市川市、道の駅基本方針。市川市、2013年3月29日閲覧。市川市、道の駅基本計画。市川市。2013年5月閲覧。市川市、道の駅基本計画市市。市川市。2013年5月閲覧。道の駅施設計画検討について。市川市。 2014年7月閲覧。道の駅、市川に関する条例の制定について。市川市。2016年9月27日閲覧。道の駅、市川名称募集。市川市。2017年6月閲覧。道の駅名称決戦市民投票。市川市。2017年9月閲覧。道の駅の名称決定のお知らせ。市川市。 2018年4月5日閲覧。道の駅整備。市川市。2018年4月5日閲覧。道の駅市川は4月7日午後1時11分オープン。駐車場は12時30分より入場。トークショーが開催されますよ。市川にゆからす。2018年4月4日閲覧。都心に一番近い、道の駅誕生道の駅、市川がオープンします。 国土交通省関東地方整備局首と国道事務所市川市2018年3月11日閲覧道の駅市川オープンのお知らせ平成30年4月7日に開業します市川市2018年3月11日閲覧閉鎖寸前東京のライダーススポットになっている公園はどう思ってるのか聞いてみた 2018年1月19日閲覧。会場公園ナビ、高等区立、若須公園駐車場の利用制限について。2018年4月1日閲覧。警告管理者からのお知らせ。2018年11月28日閲覧。警告。バイク利用者等による夜間の迷惑行為。2019年3月4日閲覧。東京外閣。 環状道路今年6月2日に開通。国土交通省関東地方整備局首と国道事務所。東日本高速道路株式会社。2018年3月23日閲覧。ありがとうございます。